やる気、元気、たまき。霊感太郎とのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。カバラス秘術別。書くの忘れた。カバラス秘術別です。はい。生物、生き物とか植物を育てたり、世話をするのは得意選手権です。はい、基本的に1日2本動画アップしてます。個人鑑定の申し込み方法動画概要欄に書いてあります。で、お知らせ2つ。40歳以上に特化したマッチングサービスマチュール。会員様増えておりますので、ぜひご活用くださいね。オンライン交流会とかもやってます。そしてズバッとタロットとズバッと叶える手帳販売中です。動画概要欄から買えるので、ぜひお手に取ってみてください。さて、これはね、なんか何に関係するかっていうと、適職とかね、適職。なんかさ、例えば、なんだ、園芸違う、なんだ、植物関係とかさ、あるじゃん。あるよね、植物関係とか、あと動物関係とかね、動物とか虫とかさ、なんか生き物、魚とかさ、そういうのを、何、捕獲して食べるとかじゃなくて、育てる、育成する、例えば動物園とか、なんかこう繁殖させるとかね、繁殖とか増やすとか育てるとか、ペットシッターさんとかさ、虫の繁殖ね、私前カブトムシやってたけどさ、ああいうのとかさ、あとまあ生物、まあ子供にも人間の子にもまあ一応関係するかな、子育てとか子供に関係する仕事とか、生き物だしね、一応ね、はいはい、そうね、こんな感じでいきます。まず得意なのは、そうだな、この辺だろうな、2、2、2、3、まあとにかくサポートする、あとやっぱそうだね、何かを育てる、お世話する、やらせたらもうナンバーワンだね。ちょっと1、2、2、3にかなう人はいないかもね。2は1位だね。で、育てる、世話をする。6かな、お母さん。お母さん。6はお世話好きなので、豆でね、お世話好きで、豆で真面目で、正義感が強いので、生き物ってさ、死んじゃうじゃない。ね、命に関わることなんでね、植物、動物ともに。6、3は向いてると思いますよ。でだ。この辺に4、8とかが入るかな。4、3どんな感じだろう。4、3ちょっと想像つかないんだけど。まあでも、4、3もさ、真面目だからさ、やっぱり。植物、生き物。ね、ちゃんと決まった時間にルーティンワークで、ルーティンじゃない、こういうの、お水あげるだの。草取るだのさ、ご飯あげるだの、決まった時間に決まったことしなきゃいけないみたいな、意外とっていうかすごく真面目な作業なので、4さん向いてると思うよ。で、8も、もうそう、人を育てる人材育成とかね、得意、社長気質だから。だから、まあ、自然と、何かを育てる、育むみたいなのは好き。育てるの好きです。好きだし得意だと思う。うん。まめにやると思う。この辺の偶数さんが多分すごく得意だよね。で、9も入ってるかな、9。9さんも優しくて世話好きなので、まあ苦手では、苦手っていうか、そうだね。苦手か得意かで言うと得意な方に入ってるかな。あと22。22さんも、リーダータイプで、8とちょっと似てる、なんか育成するとか、何か育てるのは好きです。ただ、この辺の偶数さんに比べると、やっぱね、マスターナンバーさんなので、変わってるので、変人っていう言葉にすると、あまり響きなくない。変わってる。変わってるので、ちょっと感覚がちょっと変わってるので、真面目に毎日ルーティンワークやるみたいな、コツコツやるかっていうと、まあ、やるけど、なんかそんな変化球いらないんだけど、みたいな変化球を時々入れてくるので、そう、それはいらないかな、みたいな感じがするかな。で、
に、得意じゃない。得意じゃない。どの人が得意じゃないかな、一番。難しいなぁ。いや、でも、5とかかな。5、今ね、思い浮かべてる。うん、やっぱ、そうだね、5とか1とかかな。自由で、個人主義なので、なぁ、そうだな。毎日コツコツルーティンワークみたいなのからはちょっと外れるよね。うん。なので、ごさん、観葉植物とか枯らさない？んなことはない。好きだったらやんのかな？うん。でも、興味なかったらとことんやんなそうだよね。なんとなく。うん。いや、自分で大好きで飼うペットとかなら、いや、それは豆にするかもしれないけど、別にごさんが不真面目とは言ってないんだけど、この辺この辺の数字の人、別に嫌いでも多分やるの。もうこの辺、なんか、もしもう嫌いだろうと、やらなきゃいけないもんはやらないでしょ、みたいな、そういう、そのくらいの得意さなのよ。この辺は好きだったらやるけど、嫌いだったらやらない、みたいな、そんな感じよね、こう、とか一とか。で、一、五。あー、で、ここに真下ナンバー入るかな。33の人ね、いや、難しいね。6も入ってるからさ、得意な部分もあるんだけど、基本表現者なので、得意かっていうと、なんか、変わった育て方するよね、多分。変わったことするよ。また、22と同じ、なんか、変化球みたいなことをし始めると思う。だから、子育てがめっちゃ変わってるとか。え、そんな、ことするんだみたいな。ちょっと常識とか、一般的なものから外れたような育て方とかするかも。で、33でしょ？ 11さんもね、1が2個あるしね。ただ、この2が入ってるのでさ、こっちもさ、6が入ってるし、こっちも2が入ってるので、得意な部分もあるよ、もちろん。11さんね、繊細だしね。繊細だけど、なんだろう。生き物、植物。まあでも可愛がるか。弱いものは可愛がるよね。弱いものは、すごく可愛がってる。ただ、なんだろう。弱くない生物とかもいるじゃん。植物とか。なんで言うたいの？弱くないもの。弱くないものとか、強いものとかになると、ちょっと、興味が押せるかも。張り合う。いや、動物と張り合うってなんだ。なんて言ったらいいんだろう。そう。なんか守ってあげなきゃ、みたいな。そう。弱いものは可愛がってるね、11さん。難しいな。だから、11さんもそう。だから興味がね、興味の幅がちょっとあるので、この辺みたいにもう嫌いだろうが絶対やる。どんなことだろうが義務だったらやります、みたいな感じじゃなくて、うん、ちょっと興味なかったらいいや、みたいな感じかもしれない。で、3と7ね。3ね、取っといたのは、自分も子供なので、お世話されたいんだよ。されたいんだけど、ただ子供なので、子供の気持ちがわかるみたいな。そんなところはある。だからこれ育てるっていうか、子供に共感してあげられるっていうか、わかるわーって。私もすごくその気持ちわかるって子供の気持ちがを同じ目線でわかってあげられるみたいなところがあるので、ちょっとこの1号よりもちょっと取っといてあげた。こっち側に。そう。それだけ。この部分だけ。これがなかったら、この辺、1と5と一緒だと思う。で、7もしかしたら、ここかここかだよ。うん。まあ、真ん中くらい。7そんなにめちゃめちゃ不得意じゃないっていうのは、7人を見る目があるの。人を見る目がすごいのよ。パッともう、瞬時に、あ、この人こういう人だみたいなのを判断したり、そういうのはできちゃうのね。あと、なんだろう。適職に人事とかあるの、やっぱり、ね、人を見る目があるから、人事とか、
あと、なんか、サラリーマンだと、出世しやすいのね、ナナさん。求められてることがわかるの。求められてることは、もうすごい全力でやるの。だから、ナナね、こんな表現しない人だけど、お笑いが求められたらお笑いもしちゃうし、求められたなら、そう、出世のためとか。だから、求められるものがこの育てる世話をすることだったら、やる。みたいな感じ。で、この辺に置いといた。で、全部言ったかな ?2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。言ったよね。こんな感じです。はい。まあ、グスさんたちだね、得意。真面目なルーティンワーク、毎日。つまんないかもしんないけど。ね、特に植物なんか喋んないしね。なんか毎日、ね、農業なんてさ、種まきました。芽が出るまでにね、一体何日かかるのか、みたいな、もう目に見えないようなこうね、地中で何か動いてるかもしれないけど、毎日成長がわからないような段階でも、コツコツ真面目にお水をやる、肥料をやるとか、お世話をする、温度管理をするみたいなのができると思う。うん。この辺は好きだったら多分没頭すると思うけど、うん、興味ないなら絶対やりたくないみたいな。つまんないし、みたいな。なんでやんなきゃいけないのみたいな感じにならない。どうですかね。異論反論認めます、もちろん。なんかあったら。いや、実はゴって植物大好きなんだよ、とか。今、プツンって切れたでしょ。また電池がなくなったの。刺してんだよ。なんで？電源コード刺してんのに突然なくならないでほしい。終われってことか。なんだろう。怖いから電池切れんのやめてほしい。なんでもない話の時なのに。じゃんけんいくよ。玉木じゃんけん、じゃんけんぽい。チョキなのでグーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。